くっつかないシートコットンをご紹介していきます。シートコットンのサイズは5センチの正方形です。でかなりね、こ薄いので、えー、使い勝手がいいかと思います。ね、何に使うかと言いますと、はいね、こういうルーベタベタしてるものに特に便利かと思います。手術終わった後にこういう周りがベタベタになってしまったり、この棒のね、部分がベタついたりするので、これをきれいにしていきます。まずはね、ここにアルコールを湿らせます。 このようにね、しっかりと染み込んだら、ここにね、ダイレクトに乗せていきましょう。ねこうやって。これ普通はね、コットンでやっちゃったらすっごくくっつくと思うんですけども、綺麗にね、もうこれで綺麗になってます。で、さらにやっぱこういう穴の中とかね、汚れがあると思いますので、こういうところに固まっちゃってるのがあれば、しっかりと綺麗にね、このように拭いてあげてくださいね。そうするとね、もうすごく綺麗になりますので、 営業終わりね、毎日やってあげてくださいね。あとね、この周りについたグルーも取っていきましょう。こんな感じでね、綺麗に、この溝のところとかにも結構あるとね、綺麗に蓋が閉まらないと余計中が酸化してしまったりするので、私はね、綺麗にこう拭いてから、こういうところをね、ガジガジを取ってから、ちゃんとこれをこう戻して、蓋をきっちりと閉めてから帰るようにしています。はい。あとはですね、 まね、本来はまた新しいシートコットンにアルコールを染みらせていただきたいんですが、こういうね、ツイザーとかがベタついてるときですね。こういったところにもしっかりと袋に使っていただきます。やっぱりグルーとか、えー、コーティング剤とかって結構ネバネバしてますよね。そういったものを拭くときって、どうしてもね、毛羽立つコットンだとベタベタくっつきやすいんですけれども、このくっつかないシートコットンであれば、もう全然大丈夫です。うん。こういう感じでね。 使っていただくともうピッカピカになります。なのでそういうのにぜひぜひ使っていただきたいです。でこれ自体もね。こう引っ張っても全然こう破れないような素材でね。綺麗にあのしばらくね。使えちゃうんですね。なのでこういう風に使っていただいてもいいですしね。でも一個のもの拭いたら併用しないで新しいね。チートコットンを使ってください。丈夫だから結構ね。こうしっかりいろんなとこ拭くのに使えるんですよ。なのでね。 せっかくなんで、やっぱり仕事はね、綺麗にしていただきたいっていうのがありますので、ね、綺麗にするのに使ってください。こんな感じですね。であとはですね、このシートコットン何に使えるかっていうと、このね、4分の1のサイズに切っていただいて、えー、1材と2材の時の押さえるね、ペーパーとしても使っていただけます。でこれくっつかないのが本当にいいところで、 あの、一剤二剤っての時にテープとかラップとか乗せた時にやっぱりちょっとあのー、グルーにね、貼り付いてしまったりして取りにくかったりとかがあると思います。なんですが、これだと全然それがないのであの、スムーズに剥がすことができてそこがね、時短になったりとかしますので、ぜひぜひね、一度ね、そういう使い方もしてみてください。 ね、これ一箱がですね、200枚入ってますので、あの、たっぷりね、一回買っていただければかなりたっぷり使えるかなと思いますので、ぜひ皆さん一度ね、使ってみてください。